生活が変わって自分のね自由な時間が増えるかで、こう MASOTV。はい、マスオ TV でーす。はい、皆さん今回はですね、こちら史上最強のロボット掃除機、その名もエコバックス X1 オムニをご紹介していきたいと思いまーす。いやもうね、このロボット掃除機は本当にもう神アイテムです。一度使ったらもうない生活には戻れないぐらいに欠かせない、そんな生活をねもう変えてくれるようなロボット掃除機なんですよ。ということで今回はですね、こちらのエコバックス X1 オムニがどうすごいのかっていうのを10個のねすごポイントにまとめてご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。今までもね、僕エコバックスさんの商品たくさん使わせていただいたんですけど、こうだったらいいのになーがね、もう全部解決されてるっていうね、ものすごく素晴らしいアイテムです。ポイントその1、すべてが全自動。ということで、どのように自動なのかご紹介していきます。まずダストボックス内部のゴミは自動的に排出されるんですが、3リットルの大容量ダストボックスにゴミと髪の毛を最大60日間分まで保存できます。ゴミの吸引と水拭きは一度の掃除で行うんですが、このモップは掃除の前にですね、自動で水ですすいでくれます。この水はですね、自分で入れます。そしてこちらには汚れたお水ですね、モップを清掃した後のお水が溜まるようになっています。で、真ん中にはメンテナンス用品も収納されているのでメンテナンスもしやすいです。で、モップがね清掃されているイメージ、清掃されるところがこちらになります。では実際にね、吸引水拭きをしている様子を見てみましょう。ぐるぐるぐるって回ってますけど、後ろのねモップがですね、双方向回転式加圧技術っていうものらしくてですね、とにかくね綺麗にモップ掛けをしてくれるんですよ。で、途中でねモップが汚れたらですね、水拭きステーションまで戻ってモップをね自動的に洗浄してくれるんですよ。だからいつでも綺麗なモップでこうモップ掛けができるんですね。もうね、モップの洗浄に加えて、その掃除し終わった後のすすぎ、そして乾燥も自動で行えるので、次使う時もモップは綺麗な状態。そしてモップの洗浄を行った水はこのように濁っていますね。綺麗にねモップがなったってことですね。スゴポイントその2、清掃能力がめちゃアップ。アップグレードされた500パスカルの吸引力で重みのあるゴミも超強力に根こそぎ吸い取ります。で、僕がびっくりしたのはですね、フローリングからカーペットに上がった時に吸引力がね増すんですよね。カーペットのね奥に潜んだペットの毛だったり髪の毛もしっかり取り除いてくれます。で、水拭きの時はカーペットの上にはねもちろん行きません。モップがね滑らかにこうフローリングをね掃除してくれます。で、動き方ね見るとこんな風な動きをしていて、もうね部屋をね隅から隅まで掃除してくれます。で、これね一瞬隙間風でティッシュがふわって飛んじゃったんですけど、それも全て回収してくれました。で、少しね重めなパスタの破片も回収するかなと思って置いてみたら、もうねしっかりね全て回収してくれました。スゴポイントその3、障害物検出システムがすごすぎる。高度な距離測定センサーおよび超高速 AI チップなどなどありますが、簡単に言うと超優秀です。 AI がですね自動的に18種類のものを識別して、それに合わせてロボット掃除機が動いてくれるというものですね。で、当たりながら掃除をするこうロボット掃除機って結構あったりするんですけど、これはですね一切そういうことはなくて、ちゃんとね障害物との距離分かってるんですよね。だからぶつかるね寸前、もう隅々まで掃除できるところまでギリギリまで行ってちゃんと掃除をしてくれるっていうね、もうね今までよりもねさらにね安心感がね段違いですね。いや、ここまで距離分かってるんだロボット掃除機っていうのが本当に驚きです。スゴポイントその4、マッピング性能がすごすぎる。こちらクイックマッピングでマップを作る様子になります。だいたい 4,5 分ぐらいでした。で、オムニがですね部屋をこう回りまして、その回りながらマップを作ってくれています。で、以前のモデルと比べるとマッピング速度がね大幅に早まった気がしています。マップが完成したら 3D でも見ることができるんですが、すごくないこの精度。テレビの位置とかさ、もう完全に部屋が
ね、3D でできちゃいました。スゴポイントその5、モップがけしてくれてるのに静か。いやね、これ本当にね、静かになりました、以前のモデルに比べて。で、今ね、ビデオカメラのマイクが向いてるんで静かに聞こえないかもしれないんですけど、音ってね、本当に重要なんですよ。毎日ね、このね、ロボット掃除機を使おうか使わないかってね、考えた時にやっぱりね、うるさいとね、使う気少し失せるんですけど、このね、オムニはですね、本当に静かだからね、もう本当に最高。スゴポイントその6、落下防止システムが最高。これね、僕の場合だと思うんですけど、玄関にね、微妙な段差があるんですよ。で、たまにここから落ちちゃって玄関をね、モップがけしてるっていうことがあったんですね。まあ、侵入禁止エリアにね、ここ設定すれば済む話なんですけど、はい、そういうことがね、もうなくなって落ちなくなったっていう、まあ、これは優秀ですよね。スゴポイントその7、見守りカメラが僕にぴったり。これね、実は掃除機についているカメラの映像をスマホでリアルタイムで見ることができるんです。で、これスマホの画面なんですけど、このように掃除機のね、カメラの映像をスマホで見ることができます。で、映像を保存したり巡回したりすることもできます。で、場所を指定してそっちに移動してくれっていうね、操作もすることができるんですけど、僕の場合はですね、まあ、囲いの中にね、入れた赤ちゃんのチビ用だったりとか、あとチョコマロですね、ペットをですね、まあ、外出先からとか、あと違う部屋にいる時にね、まあ、どんな様子かなっていう見るのにすごく重宝しています。で、さらにですね、実際にね、通話もすることができるんですよ、このロボット掃除機とスマホで。だからこうね、離れていてもこう声をかけることができたりとかね、これはね、僕にぴったりです。スゴポイントその8、 AI 音声アシスタントも搭載。 OK、 行こう。スマート清掃を開始して。というふうにですね、音声アシスタントを用いて掃除機をね、操作することもできます。最近ね、音声アシスタントを、ね、使う家電多いじゃないですか。だからね、このホームにもね、音声アシスタント使えるのはね、やっぱり便利でいいなと思いました。スゴポイントその9、デザインがかっこいい。もうシンプルにかっこいいですよね。デンマークのヤコブ・イエッセンデザインオフィスが手掛けてるんですって。まあ、おしゃれ、部屋に馴染む、かっこいい。スゴポイントその10、なんと今ならセール価格で買える。11月25日金曜日から12月1日木曜日まで開催されるビッグセール、 Amazon ブラックフライデーセールでめちゃくちゃお得になんと買えるんです。こちらのね、 X1 オムニが19万8000円のところをなんと129,800円、 34.4% オフで買えちゃうんですよ。なんか通販番組みたいだけど、いやでもすごくない？3分の1以上安くなるんだよ。で、さらにこの X1 オムニとは別のモデル、僕ね、実は去年ご紹介した D-BOT N8 プラスっていうのがあるんですけど、そのモデルもですね、 Amazon ブラックフライデー期間中は69,800円の商品が43,350円で買えちゃうんですよ。なんと 37.8% オフです。いや、そんなにセールしちゃっていいのって思っちゃうぐらいに今お買い得なんですよ。いや、すごくない？で、さらに今のセールと併用できるマスオ TV 特別クーポンを用意していただきました。すごい、さらに安くなっちゃう。なんとセール価格からさらに2000円もオフしてもらえるクーポンということで、実質この X1 オムニを127,800円で購入することができるんですよ。まあ、クーポン使用したらですけどね。いやー、本当にお買い得です。いや、僕ね、いろんな家電本当に好きなんですけど、特にやっぱり自分の生活が変わって自分のね、自由な時間が増える家電、こう生活の質、クオリティオブライフが上がる、そういう家電がね、特に大好きなんですよ。それで言うと、もうこの X1 オムニはまさに生活が変わる、そんなアイテムになってますので、 Amazon ブラックフライデーセール中にセール価格さらにクーポン使ってゲットしてみてください。詳しくはですね、皆さん動画概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。
この動画がいいなと思ってくださった皆さん、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いいたします。ということで、以上マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。